エンデサは、スペイン・マドリードに本社を置く、大手エネルギー会社、スペイン最大の電力会社であり、ガス事業、水道事業も行っている、マドリード証券取引所及び、ニューヨーク証券取引所などに上場しており、スペインを代表する大企業として、IBEX35 指数の銘柄の一つにも選ばれている。エンデサは、原子力発電、火力発電、 水力発電によりスペイン国内で100002以上に電力を供給しているほか、イタリア、フランス、ポルトガル、モロッコ、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、ブラジル、ドミニカ共和国でも電力事業を行い、スペイン国外では1000000人の顧客を持つ。2004年末でエンデサは世界の2 220万人に電力を供給しており、スペインの天然ガス会社や通信事業会社も参加に置く。エンデサの前身となる国営電力会社は1944年11月18日に発足し、戦後各地に大型発電所を建設してきた。1988年、政府が所有していた株の25%が株式公開され証券取引所への上場がなされ、 民営化プロセスが開始された。新電気事業法が制定された1997年と1998年にも、株の株式公開が行われ、民間と政府が株を保有する、民営企業となった。2000年、欧州連合による電力自由化の基準に合わせて、スペインの電力市場の完全自由化が決まった。スペインでは民営化と合わせて、電気事業者の集中再編が進み、 電力会社は2000年頃までにエンデザをトップとする4大企業に集約された。スペイン国外企業によるこれらの会社への買収が始まる中、エンデザは電力自由化が進む EU 諸国や中南米諸国に進出し、各地の電力、水道、ガス企業を買収した。2004年にはフランスの電力会社スネットを管理下に置き、その後雇用の30%削減を行った。 しかし2006年以降、エンデサ自体が M&A の対象となり、スペインのエネルギー事業を誰が握るかをめぐって、政治問題に拡大している。まず2005年に、バルセロナに本拠を置く、スペイン最大のガス会社ガスナトラルが、敵対的買収を仕掛け、ついでドイツの EON、イタリアのエネルが買収に名乗りを上げた。外国企業が、スペインの電力の最大業者を傘下に置くことに、 対する経済ナショナリズムから来る反発がある一方、社会等の影響力の強いカタルーニャの企業の参加になることを嫌う派のエインデサカンブやメディアはむしろドイツの EON の子会社になることを望んだ。2006年2月、スペイン政府は条件付けデガスナトラルによる買収を認めたが、EON はさらに6兆円を超える巨額の買収金額を提示していた。しかし2007年4月、 e o n はエンデサ買収を断念、エネルとスペインの建設大手アクシオナが7兆円近くでエンデサを買収することとなった。これに対して欧州委員会はスペイン政府が自由化に逆行する様々な政策を行い、買収合戦に介入、関与し資本移動の自由を損ない欧州共同体、競争法に違反したとして欧州司法裁判所に提訴している。スペイン政府、 ガスナチュラルによる電力大手エンデサ買収を認可独電力エオン、エンデサへの買収提案撤回から見返りに、資産取得へ2007年4月2日イエネルと、スペインのアクシオナ、エンデサめぐる買収合戦に勝利へ2007年4月3日、独エオンの買収妨害、EU が、スペイン政府を提訴日経ネット、ありがとうございます。